今日は地元の住民やボランティアなど合わせて166人が参加。はじめに1日に発生した能登半島地震や災害の犠牲者すべてに黙祷が捧げられました。竹灯籠作りは2007年から続けられていて、参加者らは切り出した竹を灯籠の形に整えた後、思い思いの文字を筆で書き入れていました。地震に遭った人たちの平和を祈って書きました。少しでも支えることができる活動だなと思ったので参加しました。作られた260本の竹灯籠は今月17日に開かれる 1.17 の集いで点灯されます。